うちの先生も知ってたしね。知ってんだよ。そうなんですね。たけしの津軽と帽子をシンっていう YouTube の子が歌ってんだよ。うまいんだよな。先生は兵庫健一君ですとびっくりして本当ですか。一致してないけど、ああだってメガネかけてるし ね、まさかと思うじゃん。そりゃそうだ、嬉しいな。野上さん、こんにちは、しんでございます。そしてなんとゲストでございます。どうも、たけちゃんです。どうもよろしくお願いします。いやー、久しぶりですよ。本当緊張してますけれども、ありがとうございます。本当にもうしんくんとこうした、はい、何年ぶりですか。あ、そっか、それ考えると北島三郎記念館がある頃に。そうですよね、もう随分ですか。もう6年ぐらいかも、なりましたね。とかもね、お嫁ちゃんもね、今日いますけれども、そうですよね、はい、お美しい。いやー、嬉しい、はい、お会いでき嬉しいです。いや、こちらこそありがとうございます。いや、今日なんで来られてるかというと、実は函館でコンサートもそうなんです、ね、北島兄弟という形で、はい、あのコンサートさせていただくんですけど、そのコンサートが函館市民会館で行われるということでございまして、はい、僕が押しかけたという感じなんですけれども。そんなことないです。観光大使のお仕事もいろいろされてる。そうなんです、あの風物語って2021年に出した曲が、はい、まあ、ニシン漁を描いた作品なんですけど、はい、まあ、その歌をご縁に、なんとあの7つの町村の、はいはい、方々にあの大賞いただきまして、はいはい、ですがご挨拶が全然できてなかったんで3年越しになりますけれども、はい、お薬から回りました。羨ましい、お薬と、はい、天候が良くなくて。あ、そうだそうだ、ちょっとね。でも島一周してきました。あ、そうなんですか。ぐるっと、へえ、1時間半ぐらいだったかな、ぐるっと大体。あ、それぐらいで回れるんですか。できるんですよ。あ、で夜ご飯がすごくて、はい、やっぱり御宿菊池さんっていうところに泊まったんですけど。有名じゃないですか。そう、そこお薬ですごい有名で、はいはい、なんとあの海攻め、うこれでも買ってくれ、ウニ来まして、あとアワビ攻め、はいはいはい、もうアワビも一人二つ来て、うわ、うちのマネージャーが貝アレルギー、えで、ウニ苦手なんですよ。体もね、アレルギーだとしょうがないですけど、僕は二人分食べてそれはでもラッキーだったじゃないですか。ラッキーなんですけど、ちょっと食べ過ぎても言わないですか。確かに確かに最高に美味しかったです。ウニなんて、あそこのウニはもう最高ですよね。いや、本当にあの甘くて、でも役得ですね、そういう観光大使だから。そうですね、もう歌を通じて、うん、あのいろんなところとこう、はい、身近になれるってやっぱり、はい、歌があってもこそですよ。そうですね、はい、その模様はね、はい、ブログにもいろいろ書かれてますので。あ、そうです、ぜひブログもね、ブログも見てください、はい、だってね、付き合い長いですからもう何年長いですね。だってたけしさんが恋愛の話、そうですよね、デビューする前ですから、もう二十数年の付き合いですから。確かにそうなるとね、全然変わってないよね。いやいや、かありましたよ。童顔ですか。昔からなんか幼い顔でね。たけしさんね、さらにオーラがすごいですよ。いやいやいや、さっきね、あの部屋入ってきた時から部屋の空気変わりましたもんね。芸能人が来たっていう感じの。みんなからこう気軽に声をかけてもらったりとか、いやいやいや、なんか接してもらえるような、やっぱ兵庫くん、まあ僕は兵庫くんというか、まあそうですね、出会いがそうですね、まあね、元々はね、はいはい、でシンクに変わって今 YouTube とか僕見てますよ。いやいや、本当です、本当に。で、手本になりやすい。いやー、やはりあの歌い手っていうの個性があったり癖があったりして、はいはいはい、ちょっと難しく聞こえる部分があるんですけど、シンクはやっぱりあの分かりやすく歌ってくれるんで、そっちの方が勉強になると思う。嬉しい言葉をいただきました思い出深いのが、うん、ある企業さん の場所でね、そう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 、唐揚げを一緒に揚げた思い出がね、僕ずっと覚えてる。そうなの、付き人からのデビューということで、でしんくんはあのお手伝いに来てて、そうですそうです、であの2人で唐揚げを揚げたんですよ。で盛り付けをして、で付き人がたけしさん長かったから、僕8年やってましたからね、また上手なんですよ、唐揚げもいいタイミングで揚げて。そうなんです、いろいろ教えてもらいながらやったり、そこからですから、ね、その後デビューされてからもいろいろキャンペーンなんかを一緒に回りましたね、はい、10年近く回りましたね、回りましたね。北海道もだからいろいろ回りましたよ。北海道も結構来ましたよね、回りました、帯広から釧路に向かってる最中だったんですけど、山を越えている時に鹿が、ああ思い出して覚えてますそう、鹿がで、ひょう、しんくんが、うん、はい、運転してくれて、そうそうそう、で北海道ってやっぱ距離が長いんですよ。長かったですね、もう2時間3時間当たり前で、ありましたね、で山道で、はいはい、もうあと少しで、はい、僕ら死んでました。本当にそれですよ、下り坂だそうで、鹿がいるのは分かってたんですよ、はい、なんかこうピョコピョコしてるな、そうそうそう、いるなって言ってたんですよね、気をつけなきゃねって。鹿が車に気づいて、そうそう、逃げなきゃってしたんだけど、前に飛ぶんですよね、バックできないんですって。で前に飛んできて
ほんと間一髪こう来てよこっちに飛びそうです。そう目が合いましたね。しかとしかとたけしさんが僕の腕をギューッとブレーキッて掴んでここはすごい赤くなるぐらい掴んでそうそうそうあって後ろに積んでる荷物さんがもうガシャガシャガシャあれバンでしたから前のないやつですからね。そうハイエースっていう車でね。そうバーッとぶつかってやっぱり危なかった。あれは本当ぶつかったら廃車ですからね。そうですよ。鹿って本当危ないって言いますけど、でも本当にあの野生の鹿がね間近で見えて、はい、キツネとかねいましたね。いましたよ、ね、あとね北海道の思い出でいくと、うん、結構あの信号がない道が多くて、うん、で僕がフェリーで、うん大洗から苫小牧入って、はいはい、そこで合流したんですよ、うん、でたけしさんとマネージャー、うん、その時に大川さんで僕が運転してる時に大川さん、いや疲れたでしょ、うん、と俺買ってあげるからっつって、うん買ってくれたんですよ。思い出した。いいんですかって言って、うん、僕もちょっと遠慮しがちに、まあでもちょっと裏から歩こうって言って、うんうんうん、変わってくれて、走り出して5分後に、あの、捕まった。スピード違反で。ネズミ捕りですね。そうそうそう。5分後ですよ。そう。やっぱり北海道って道が大きいでしょ、はい、進んじゃうんですよね。進んじゃうんですよ。信号もないし。はい。で、前にも車もいなければ。で、景色も緩やかに流れていくから、はい、スピード感ちょっとこう、麻痺しちゃうんですよね。そうなんです、そうなんです。変わった瞬間、そう、もう5分後にまた僕はまた運転することになるという、うん、う結局変わっちゃう。かなりへこんでましたね。あれはへこみますよね。へこんでましたね。懐かしい。そう、僕がスピーカーを積んで、うん、会場ついたら、セッティングをして。スピーカー立ててね。そうですね。僕は前座で歌わせてもらって、その時は。最初はね。そう、前座やらせてもらって。で、その後、たけしさんが登場して。で、最後一緒に祭りもやらせてもらったりとかね。いや本当にいい思い出をたくさんいただいて、いや、いい経験でしたよ。いや本当にそうですね。1年間で50カ所もありましたけどね。ありましたね。企業さんのあの、まあ、キャンペーンというか、ね、とか昼2回、2回、多い時は3回でした。3回やりました、ね、うん、朝昼夜とやりましたね。やりましたしね。だからたけしさんの背中を見ながら僕、はい、いやいやってるんで、そんなことないでしょ。結構ね、たけしさんのネタをパクったりとか、例えばあの衣装のやつとかね、今日一番いい衣装着てきましたって、これたけしさんのネタなんですよ、いつも。そうなんですね。いやいや、もう全然使ってないよ。全然使っていただいて、あとね、衣装なんかをたけしさんからいっぱいいただいてて、うん、結構送ったよね。送っていただきました。あります。はい。あの、すぐ出します。ところで、はいはい、ライブやらせてもらった時も、はい、あの衣装着させていただいて、あ、本当ですか。また評判がめちゃくちゃいいんですよ、本当にね。本当ですか。ありがたいおこと。いやいや、また送りますよ。もう僕が着れなくなったんで。あ、そうなんですか。やっぱデビュー当時体格も変わりましたし。そうか、そう、はい、筋肉すごいですもんね、胸板もかっこいい。体幹ね、やっぱりそう、やっぱやってますからね。鍛えてらっしゃる。身長も体重も靴のサイズも一緒みたいな話をしてたんですけど、そうです、身長ちょっと今おさらいなんですけど、身長いくつですか。この前の人間ドック受けまして、はいはいはい、で168あったんです。167.3しかなくて、あれ縮めなかったんですか。それも思いっきり何もこうありますよ、ね、やったんですけど、すよ、ね、はい、縮んだ縮んだのか。そんなこともあるんですね。もともとそれぐらいしかなかったのか分かりませんけど、測る時間帯とかにもよるから、朝が伸びてたりとか、そうですよね、病気だと、うん、身長高いけどとかありますよね。時間帯もあるかもしれないですけど、僕は逆に伸びたんですよ。え、169センチ。1センチ、1センチ伸びました。なぜか。それは寝起きだったのかもしれないですけど。体重は、で体重が今56とかですね。うわ、羨ましい。ちょっと痩せたんですよ。痩せたよね。一番太ってる時は64キロぐらい。そうですよね。生活を、ね、大事ですよね。僕暴飲暴食でしょ。はいはい、はい、どちらかと朝昼食べないタイプでしょ。お付き合いも多いから。そうで、夜がっちり食べちゃうんで、はい、でも体重は61、2ぐらい。あ、いや、いいじゃないですかね。頑張って保ってます。まあもうバッチリですよ。筋肉があるから。筋肉って重いんですよ。脂肪より重いですから。いやいや、そんな。靴のサイズは26。26か、うん、同じです。26になる。僕も 25.5 とか6か。もう 25.5 だったんですけど、やっぱり大きくなって、はい、今26から 26.5、はいはいはい。ちょっと楽な方がいいですもんね、靴なんかも。あ、じゃあそこは一緒か。同じぐらいと。同じぐらい。また衣装もいただけるということで、大丈夫だと。また衣装。お下がりをいただけるお送りします。ありがとうございます。デビューして2年目に、まあ、あの皆さんの力をお借りして、はい、本当にあの、はい、夢の紅白出させていただいたんですけど、はい、5年連続、出させていただいて、はい、でも最初のステージというのは覚えてないんですよ。え、そういうもんですか。もうね、何を歌ったのか、はい、もう2分ちょっとなんですよね、はいはいはい、その歌ってる時間っていうのは。そうですね。え、何を歌ってるのか、どういう、もう気持ちも入れてないんですよ、歌に。あ、そう、もうふわ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 して、はい、もう夢の舞台ですから。終わった後、じゃあテレビかなんかで見て、あ、こういう感じだったんだ。
で2年3年、はい、続けて出させていただいて、はい、4年目ぐらいから少しずつこうちょっと周りをこう見れるようになって、あ、歌を届けなきゃとか、はいはい、そういう感じになりましたね。みんなも応援してる方がね、やっぱ紅白出たっていうのがやっぱ嬉しくて、そうですよね、本当すごく嬉しかった思いが、いや、もうやっぱりあの夢のステージは毎年そうなんです。今年も始まってやっぱり、はい、目標はそこなんですよね。あ、やっぱりまたそのステージに立って、うん、ファンの皆さんに、はい、恩返しをしたいっていう気持ちでスタートしてるんで、そうですね、目指しましょう。ああ、いや、目指します。頑張ってください。いや、僕は違いますけど、なんで応援します。いや、僕もですか。もう、いやいやいや、最近は大江豊さんとのね、コンサートが多いですね、はいはい、いろいろ回ってらっしゃる、ね、そうですね、北島兄弟という形で、あさっての函館も兄弟で回りますし、そうですね、はい、はい、YouTube なんかで、うん、歌手協会ですか、僕は感動したんですよ、うん、兄弟神器、ああ、そして風雪流れたみたいな、はいはい、北島先生の歌を歌ってらっしゃって、はいはい、勝てない意見ですけど、うん、武さんがやっぱ北島先生の歌を歌うときってすごく生き生きされてるというか、そうです、なんか水を得た魚、苦しそうじゃないですか。苦しそうではないです。やっぱり思いが違うというか、ですか。8歳の頃に覚えた初めての演歌がこの風雪流れたりという名曲、師匠の歌なんですけど、うん、はい、で8歳からずっと歌ってきたんです。未だにあのコンサートで必ず歌いますし、はい、下手すると師匠よりも歌ってるんじゃないかなっていうぐらいやっぱ歌ってるんですよ、はい、やっぱ思い入れがあるというか、 そこが原点なんで、やっぱそうです、ね、はい、大好きですね。でまた大江豊さんがだんだん北島先生に寄ってますよね、歌い方の癖とかも含めて、うん、そうなんです、 手の仕草とかも、うん、そうなんです。あれはど見ててどうなんですか。うーん、真似すぎそうなんです。だからそれだけの尊敬の気持ちが強いんでしょうね。弟子として、あ、北島さんにこの部分似てるねって言われてやっぱ嬉しいんですよ、うん、やっぱ弟子として、そういうのですか、はいはい、でも豊かの場合は似すぎ、はい、やりすぎでもやっぱ僕からするとやっぱ嬉しいですよ、北島先生の若い頃の雰囲気を出されてるから、あの兄弟神器なんかもすごいですよ、うん、北島先生が乗り移ったような感じが受けられるので、もう師匠はいつも降りてきてます。コンサート楽しみに、はい、ぜひ見に来てください。さっきのね、あの、うん、体型の話からすると、うん、本当の兄弟で言うと僕じゃないかなと勝手に思ってますけどね。いや、僕もそう思ってます函館に来る時も、うん、実は壮行会じゃないですけど、はいはい、お別れ会みたいなことを、うん、まあ、東京からね函館に来る時に会を開いてくださって、うんうんうん、はい、そこに武さんがね、うん、来てくださって、で頑張ってね、うん、まあ、その時は歌手を辞めるということで、会社員になるからってことで、はい、あの実はいただいたプレゼントがあって、他はブランド物とか持たないんですけど、はいはいはい、これ武さんからいただいたものなんですよ、これ、はい、なんとグッチの名刺入れですね、はい、ですね、これもずっと使ってます、これ長いよね、これ長いです。函館に来る時にいただいた、また新しいの欲しいみたいな、いや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 、アピール違います違います。これはね、もうずっと一生使おうと思ってやっぱりね、僕は歌手辞めた時本当辛かった部分も、いや僕もびっくりでしたしね、やっぱあの時に武さんの一言も嬉しかったし、うん、頑張れよって、うん、歌手辞めても頑張れるっていうような言葉もいただいて、でしかもプレゼントもいただいて、うん、だからなんかこれがすごい支えになって、うん、今もうね、歌を続けられてるっていうのもやっぱり武さんのおかげかなと思ってます。いやいや、本当にもう感謝しております。ずっとそうやって大切に持っていただいてすごく嬉しいですし、なんかいただき物いっぱいあるんですよあとゴルフもね、僕ゴルフ武さんに教わったのが最初なんですよ。そうですよ、いつの間にか僕より上手くなって、上手くなってないです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 。懐かしいね、写真がね、ゴルフデビューした時の写真、あー、そうだ、初めて行かせてもらいましたっていう、うん、これ以前のうちの元のマネージャーですね、森谷君。そうです、そうだ、いやですね、懐かしい。これ120ぐらい叩いたって思い、でも最初で120ってすごいですよいやいやいや、普通ゴルフは最初にまず140、50叩くんですけど、それまでにあの打ちっぱなしとかも、ね、も行かせていただいたりとかして、ね、これはキャンペーンで回って、キャンペーンでね、回ってましたね、ですね、これも懐かしい時の、このね、うん、衣装を僕いただいてるんですよ、このベストもあります、ね、あ、ベストもある、はい、いただいてます。ほうこれサブちゃんと歌仲間に出た時に、はいはいはい、大輔さん、大輔さん、大輔さん、はい、一緒に写真を撮った思い出の写真がありますね。これも出てきましたね。あとこれ北島三郎記念館で、あ、記念館のレストランのところね、うん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 、北島先生と一緒に撮ってますけど、若いね、これがキャンペーンで回って、うん、北島先生が函館入りされてて、で僕らも函館にちょうど車で来て、じゃあ一緒に行こう、うん、で北島三郎記念館のホテルに泊まったっていう思い出の場所、記念館のね、あのレストランルームにあの、はい、北の両場って部屋があってね、そうですそうです、あります、ちょっと
特別ルーム、はい、そうです、そうです、一緒にご飯をね食べましたよ。懐かしいです。懐かしいですね、うん、ナレーションも最近はチャレンジされてると、あと役者もいやされてるって話聞いて、いやちょっとなんですけど、はい、まあ、人生いろいろっていうドラマがありまして、はい、そのナレーションを、はい、ぜひやっていただきたいと。で僕九州ですから、はい、どうしてもイントネーションがなまるんですよ。あー九州のね、わかります、伸びがちょっと上がったりとか下がったりとか、まあ、あんまり普段出ないですけどたまに出るかもしれないですね。ですから僕ちょっと難しいと思いますよってそのオファー来た監督さんに言ったんですけど、はい、いや北山さんのその響く声が好きなんです。あー響きますよね、いい声です。ぜひやってもらいたいということで、はい、ちょっとナレーションさせていただいて、ドラマが映画にもなりまして、はい、でちょい役なんですけど、はい、ちょっとダンススクールの理事長という形で、はい、ちょっとお偉いさんなんですよね、はいはい、ですからでも面白い役者さんってやっぱなりきれるんで、こう自然とできる、演じられるという意味では結構向いてらっしゃったんですね。でも歌をやっぱりやってるのって演じてるでしょ、やっぱり確かになりきってありますからね。情景をお客さんに伝えようと思って、うん、その手振りでも、うん、ね、顔の表情でも作るんで、それと一緒かな、共通するなっていうのはすごく感じましたね。ああそうなんですね、さすらいの街、はい、あれもいい曲ですよね、本当にいい曲です、すごくいい曲。北の街を舞台に、はい、愛した愛する女性を思いこうさすらう男の心を歌ったこう哀愁演歌なんですけどね。たけしさんのね、はい、良さがまたすっごく出る曲だなと思って、やっぱりその作曲の先生とか、はい、作詞の先生が、うん、多分そういう引き出そうという、また特に今回はデビュー20周年という、ありがとうございます、メモリアルですから、はい、作家の先生方も思いをすげえ、うん、すごくやすぎ、すごい込め、すげえ込めてくれたと思うんですよ。すごい込められてるじゃないかと思うんですが、どうなんですか意気込みは。だから本当は20周年記念曲とかになりますと、こうスケール感の大きい曲であったり、はい、もちろんもしかすると北島演歌っていうイメージもあるんですけど、うん、確かにやはりもう間もなく50を迎えるにあたって、はい、ちょっと路線をね、男の哀愁演歌を、そうなんですよ、より一層この20周年にあえて歌って、はいはい、こう皆さんに、あ、北山武ってまあ、ド演歌も歌うけどこう哀愁演歌いいねっていうものを感じていただきたい年に、その低音の響きもそうですし、はい、大人の雰囲気っていうのは僕すごくあると思うんですよ。ありますか、語るというか、はい、聞かせるというか、はいはいはい、やっぱりこのさすらいの街はたけしさんの良さが本当に出てて、かっこいい、かっこいいっていうのがね似合うんですよ、僕はそう勝手に嬉しいな思っております。そんなに褒めてもらう。しんくんの個性はその爽やかさと、そうですか、こう皆さんがこう見て聞いてはなんか楽しくなる、元気になる、なんかそういうなんかパワーを持ってます。いやー、こうスッとこう通る歌声、嬉しいな、うん、もうなんか胸がいっぱいになっておりますけれども、でそこをやっぱり自分の武器として、はい、そうですね、はい、そこをもう信じて歌っていきたいなと僕も思ってます。はい、ということで、はいはい、最後になんですけど、はい、実は僕のねこの YouTube が10万人をね目標にしてるんですが、すごいよ、今8万8000人突破、すごいですよ、ということなんですよ、はい、10万人突破したら僕記念のライブをやりたいと、はい、浅草にある公会堂、浅草公会堂で、はい、歴史ある会館ですよ。そうなんです、はい、あそこでいつか僕が自分のコンサートやりたいんですと、うんうん、その時ゲストで来ていただけますかって声をかけたら、はい、一つ返事でいいよって言って、そうですよ、早かったですよ。でもゲストですから何曲かあったらしい。いやもちろんもちろんもちろん歌っていただきたいなと。1曲じゃ寂しい。いやもちろんそうじゃないですか、うん、あ、なんかデュエットしたりとか、はい、あ、いいですね、いや楽しみだな。そういうのもまずはね、その10万人を突破しないとできないんですけど、うん、それを突破できるように頑張ってですね、はいはいはい、北川大輔さんも、あ、大輔さんもね、お声掛けしたら大輔さんも行くよって、大輔さんノリがいいんですよ、言ってくださってね、もうハートは何だろう、いいよね。いやそうなんですよ、まあ、たけしさんと似たところはあります。面倒見がいいというか、あの壁を作らないというか、ああはあ、はあ、普段と変わらない。たけしさんもそうですけど、うん、裏と表が一緒っていうのが、お二人とも一緒だなと思っています、うん、はい、そんなことでね、10万に目指して頑張っていきたいなと思っております。もうぜひ実現しましょうよ、登録してください。いや、ぜひよろしくお願いします。あと少しです。頑張ります。浅草公会堂の夢を叶えてあげてください。頑張っていきたいと思います。竹内さんも今後の目標っていうのは、北島音楽事務所からのれん分けという形で、はい、4月6日に独立をして、はい、今ちっちゃな会社で
少数のスタッフを抱えて、いや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 、ですから責任感もすごく感じて、また新たなこう気持ちで、そうですね、出生まれてね、頑張っていきたいなと思いますし、まだあの劇場公演、あ、はいはい、お芝居やっぱりやって楽しかったんですよ。なるほど。で師匠 の、 あの1ヶ月公演とか、はい、そうですね、あのお芝居と歌謡ショーに分かれてるんですけど、うん、お芝居面白い。あで先生の背中をずっと見てこられてるから、そうそう、自分でやってみたいっていう時代劇とか、そういうのをやれるあの歌手になりたいなと思ってます。コロナもね今収まってきたし、そうですね、少しお客様もね、うん、動き出したし、はい、できますよねきっと。はい、もうその時はぜひオファーします。ああ、いいんですか、前座でぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。来てください、お待ちしてます。楽しみにしております、はい、ということで、はい、ちょっと僕も緊張しながらの対談みたいな形になりましたけれども、最後まで皆様に楽しんでいただきました、はい、北山たけしさんでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またね。来ました、今日はね、こっちに来ております、北山たけしさんの応援、お母さんと、まずは野辺さんとこれから話してみたいと思います。